ザ・プレゼント・デイト現在だってミスター・うん、<Mr. S 2> ウェイクさんウェイクさんどう思いますかミスター・ウェイクどう,どう…おーい <laughs> 脳震盪の心配はなさそうですって頭は大丈夫ですよ <laughs> う嘘をつかなきゃいけなかったって。あの記憶がないって嘘をつかなきゃいけなかったって言ってますね。今捕まるわけにはいかないってことでしょうね。ああ、なるほどね。数日間の、ね、休みをしっかり取るべきだって言ってます。終わりましたーって、うん。もっとね症状がひどくなるようだったらもう一回来てくださいって。 サラって言い直してますね、昔から知ってるんじゃないかな、シェリフ・ブレイカーがねあそこで待ってますって、非常にね彼女は有能なので、彼女は、ね、有能なので、あのー、きっとね奥さんも見つかりますよって言ってます。さて、それでですよ彼はね普通の街医者のようなあの振る舞いだって言ってましたけど、まあこういうおじいちゃんですよね、ホームドクターっていうのがねアメリカにいるんで、多分サラってさっきね、 あのサラ、えー、っと、ブレイカー捜査官、あブレイカー保安官って言い直してたんですよ。うん、その通路をまっすぐ行くと着きますよって言い直してくれましたけど、だから昔から知ってるんでしょうね、子供の心から。で、トークトゥーサラ、あの人なんか、鼻歌歌いながらやってますね。またのおばあちゃんいるよ、あそこに。そっちが多分あれなのかな。 うん、ミス・ウィーバーって、なるほど。あ <laughs> またスイッチ壊れると怖いから、チェックしてるみたいです、あのおばちゃん。うん、暗い中じゃスイッチ変えられないでしょって、うん。なるほど、ちゃんとチェックしたわって。うん、また後であので、壊れてないか見に来るからって言って。ミッシングって書いてある、これ、行方不明の人たちですね。 Have you seen this man? うん。Identifying the Futures, Knock for Winning Contest。うん。なんか、行方不明になっちゃった人たちみたいですけど、こっちはリチャード・バー・あーブラーかなバウか。ブルース・ダンスキー、ジェイコブ・ミラー。この人たちも重要なのかななんか、キャンピング、キャンプ場で消息、えー、を絶ったって書いてありますね。 アメリカではね、ほんと100万人ぐらいいなくなるんですよ、毎年。でね、あの牛乳パックの横とかに、この人は知りませんっていう広告が載ってるんですよね。ちょっと怖いですけど、まあ、大体、そうですね、ちょっと雑談にあげますけど、あの <laughs> 本当、ほんと80%ぐらいは子供なんですけどねあの、行方不明になってから48時間以内に見つからないと、大体60%ぐらいの人がもう帰らぬ人ですね。もうアメリカ広すぎて。家出っていうケースももちろんあると思うんですけどね。 20万人とかもう15万人とかの人たちはもう身体的な危険に侵されてるっていうこの間ニュースを見てみますうん新聞の記事をねちょっと読みましたそういえばちゅうことで牛乳パックの横にね知らない人の顔がぽこぽこ載ってるのがアメリカでございますさてミスターウェイクさんってんあなたあなるほど私携帯なくしたったと思って 違うう信号が途絶えたっていうねその電波が届かない場所だったと思ったら、なんかか発見ししてててくくれれたみたみいですすね、うん、妻を探してくれますかって何があったか話してくれます,って,れますって言って覚えてないんだって、キャビンから出たんだって。 なんでスタッキーのガ,スガソリンスタンドなんかに行ったのって。本当のことを話したかったけど、もし話したら彼女は私は使えるだろうって。非通知で電話が来ました、ね、すいませんがって。もしもし助けて。アリスあー、やっぱりもう誘拐されたんだ。私が言う通りにね、しないとあの殺すからなみたいな感じですね。 外に出て左側のフェンスに穴があるからそこになんか置いといたって言ってますねなるほどなんかラバーズピークって呼ばれてる場所に真夜中に来いって言ってますねな,なんだろうなんかアリスのなんかアリスを誘拐したっていう証拠を残したってことかな なんか表情でつかんだのかな大丈夫ですかって言われてますね。ああ、なるほど。うん。新鮮な空気を吸いたいんだったって。そこのね、監獄監獄の先にあのバックドアがあるからって言ってますね。<laughs> えーっと、コーヒーポットとかないのなんか読んで、誰,誰,誰,誰が読んでるのあま,たまたペーパー またペーパーパかえー、っとウェイクアット・ラバーズ・ピークこれかなるほど。ほほほほほああ、これはラバーズ・ピークで今から起こることですかね。 そのね、誘拐、アリスを誘拐した、あの,の、ね、その犯人が最後の一発を撃ってね、あの、なんていうのかな、影が消えたんだって言って,言ってますね。See? Nothing to it, wake, って。うん。あの、Nothing to it っていうのはもう簡単なもんさってことだと思います。Wake、知り合いだったのかな誘拐犯は友達だった もしかしてバリーが誘拐したってことかなで、uh, The sword of Alice in his hand is r e v o l はい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 。We start the wooden platform, lover's peak, the waterfall and the mountain behind us と。Hmm.Let's cut the act now.Where's my wife? と。くだらないおしゃべり終わりだ。 まあね振る舞いは終わりだ、俺の妻はどこだっていう感じですけど、うーん、なんだろうね、殴りかかりたいっていうと、やっぱりまあ、なんていうのかな、もう、誘拐犯に、ね、取ってかかりたいって書いてありましたけどね、ちょっと怖いですけど、なちょっとミステリーっぽいでいいですね、これは何これ、エグザミン。 モリガンだーって、スタッキーのガステーションにいるーって、ああ、彼はここにいないって、待て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 ,ーって待てよーって、パレードフロートがここにあるってことは、スタッキーはここら辺にいたんだろうって、今日、なんかリハーサルっていうのが、なんか、その、ディアフロートありましたよね、あの鹿の人形がついたやつ。あれをね、今日、試運転するって言ってたましたね。 うことはまだ見つかってないんですね。まあ、この人を殺したことになってますけど。何,何、何,何,何、何、何、にミスターはい。光を上げてくださいって。あいつらね、全然分かんないですって。酔っ払ってんな、こいつここに明るくないとね、ダメですよって,って。<laughs> つけてあげるよ、しょうがないな、もう。 奴ら何もぼ上がっちゃいでーよーって言ってありがとう。ありがとう。ってあんた大丈夫だ。あんたいいやつだ。うん。エイバルテオを言う。ティファイが酔っ払ってる <laughs>。ここにいるべきじゃないんだよ。あの警察あいつ間違ってる。分かってるか、ね？あー。殴っちまったけど酔っ払ってなかったんだよ。あの時は酔っ払ってなかった。 そのあと酔っ払ったんだよって結局殴ったんかいって <laughs> 今今ねしっかり聞けよってここ,ここからが問題だってあれはねダニーじゃなかったんだよってあれはねルダニーみたいなやつだったけど誰だか知りたいって <laughs> エイリアンだったんだよもうダメだ酔っ払えないてこれで終わりはい <laughs> はい、酔っ払いの相手終わり。えっと、ダークプレゼンスインザイどれもうエピソード1終わったよね。もうミッシングページになっちゃったもんね。まだ下があんのかないやー、ちょっとわかんないですね。フム。これは何 <music> はあ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 、はあ、なるほどダイナーのお話し,してますねなるほどこれはねあの多分ダイナーであったでしょあの黒いおばちゃんあの人の話をしてるんですよあの人の顔を のような形はしてたけれどもその闇のねそのもの闇に取り憑かれたものっていうのは何て言うのかな人間とはかけ離れた何かだったって言ってますねはああれはやっぱり人間じゃなかったってことなのかなあのおばちゃんはあそこでねあのあんまり頭が良いいくないって言ってるんですよ はあ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 はその闇のね、主たちあの。攻撃してきた時は多分頭が悪いってことでしょうね。ゾンビみたいに。闇の力を持ってるものは頭は良くないけれども、ダイナーであった、あの、その変なやつはね、変なおばちゃんは、あの暗闇をすぐ探し出したんだって言って。ライトスポイルドイントゥーダコリドーってね、その通路に、あのー、優しく光が漏れていた、漏れていて、それに苦しんだけど、あのね、It took pain って言ってますね。 ホラブル、あっ、いと。うん、なんとかね、待ってたみたいですね。ザ・ライターって、このアラン・ウェイクがね、今すぐにでもそこにたどり着くから、じっとして待ってたんだって。やっぱりあのお前ちゃんが仕掛けたってことですね。中国語でやっていきましょう。なかなか面白い。あったよ、もう、黙ってる、お前は。<laughs> 早朝の光が、自分の目を、うん、目に痛みが、ね、その明るすぎてっていうことでしょうね。 車があってラジオがあるあいいよ、うん、なるほどなんかまたラジオですねもう1か月の話聞かなくてもなんかあんま関係ないと思うんですよねそこにその車に行けってことちょっと待ってよいしょあれ 登れないぞよいしょこれでいいのキックよいしょちょっと待って原稿があるぞまあいいやちょっと,とりあえずパスしますね英語の勉強もちょっと,とりあえず置いててあーアリスのドライバーライセンスがここにあるって 免許証ですね。はあ、はあはあ、バリーがどこ行ってたんだよって。1週間もね、あのお前に連絡しようとしてたのにって。心配になっちゃったからもう来たよって。て。聞いてくれてって。セリフのね、ステーション、セリフのとこにいるんだって。 なるほどねシェリフから逃げないとってアリスのキットナッパーに会いに行くためにここから出ないとって言ってますねな,なるほどよいしょえー、っとよいしょあのおじちゃんはあおじちゃん出たなになになに,なに びっくりしたーこれあれこれってこの人だよねなんか書き続けないと世界が止まっちゃうって言ってますねアリスも救えないってはあ The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write this story. I'll wanted to settle all the damage the Anderson i might write this story. ウェイクさん、気分よくなりましたって。行っても大丈夫って。まだ話す必要があるんですけど、逮捕されるのかって。違いますけど、ああ、なるほど。どこに滞在するか教えてくださいねって。またあと連絡するかもしれないって。なんか、ホテルをお勧めしてくれましたね。あこの人がハートマン医者 ハートマンっていう医者ですね。俺の嫁と話したのかって言って。あなたがね、あなたの状況について話したいことがあるんですって。うん、彼女をね、私がインバイトしたんですって。ああ、打っちゃった。招待したんですって。誰 動くな誰もってうん俺のねクライアントから話すんだ手をって,て。エージェントだって。やっぱ編集者じゃないのか。んてんだろう。彼とのねビジネスの話は俺を通すんだって言って。俺は大丈夫。私は大丈夫。訴えるつもりは全くないって。私のねオファーはまだあるからって。気が変わったら来てくれってことなんでしょうね。 なんなんだよ、あれ。<タッ>パパラッチとの一件覚えてるかみたいな<タッ>、うん。あの一件のようなことはもう勘弁してくれよみたいなこと言ってますけど、なんかパパラッチとやってたんですね。<タッ>誰かにね、<やっ S 2> 話したかったって言ってますね。っっすね話さなきゃいけないって。<タッ>なるほどね。ヒっすめるとマニーだって。<タッ><タッ>お金の匂い嗅ぎつけるって言ってる。<タッ> ラバーズピークに行かないといけないって、ナショナルパークのに、ね、あるあこの人に話したみたいですね。うん、なるほど、もうなもう納得はできないなって、キットナッパーに会うことについてはってことですね。あなたのことについてね、今考えたとこだったんですよって,言ってコーヒーね、届けに来たんで、ルッキングアフターマックス、犬かな なんかマックスって人の手当てをしてるって多分犬かななんかすごい目つき <laughs> マックスって誰マックスの手当てをしてるって面倒見てるっいうとちょっと女の人じゃないから犬としか考えられないんですけどねマックスって女の人は多分いないと思うんでここが国立公園のなんかどっか ここも閉まってる。閉まってる。うんあるって言われてるんですね。ててあー、はあ、なるほどね。この人に話したんですね、何が起こったか。<laughs> あの、麻薬吸ってね、マリファナ吸ってはいだったのか、お前って言って,て。人を撃って死体が消えたでって。お前、そんなこと言ったら人がどう思うか分かってんのかって言って。 本に書けばな売れるかもしれないけどって,言ってなるほど <laughs> 俺は酒なんて飲んでないって言ってますけどいやまあそうですよね死体が消えたなんて言ったらそれはおかしくなったんだって言われますよここは何があんの何もないよしここから出られる出られない なんかあーやっぱなんだろうあれ猫じゃないよねクマじゃないよねトラちょっとどこ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 こあここか犬あ犬だねやっぱねいいラスティ,、えー、スティこれ誰なの一体セルフ 机からね、登録フォームを持ってきてくださいって言ってますね。なんかここに入るためのなん,かなんか何が起こったんですかねこあー、マックスがね、トラップに捕まってるところ見つけたんですって。なんか誰かが面白い半分に仕掛けたみたいな感じみたいですね。<laughs> 彼は大丈夫だって言ってますね。<laughs> 何やっぱりまだ反対しますね。 誘拐犯とね、1人で会いにたらね、もうディザスターだぜって、もうひどいことになるぞって言って、いつもね、お巡りさんに助けをやや求めるのが普通だろって言ってますけど、あ、これ、登録、あ、レジスターしろってことだったんですね。登録しろってなんか、書いてくださいって言ってす、ね、書いたよ。 テイクだフォームかフォームをね持ってきてこのラスティーって人に持ってきてくださいっていうことはい <laughs> フォーム持ってきたよ <laughs> あー止まる場所に行くってことだったのね <laughs> ラバーズピークに行く方教えてくれませんって <laughs> ネイチャントレイルのずーっと終わりにありますって <laughs> うんそこいい場所ですよって <laughs> ここなんかん レディオマストああ、なんかレディオマストっていうのは多分あのなんていうのラジオを発するパラボラアンテナ的なやつ多分分かんなかったらそれ見つけてくださいって言ってますね何まだ言ってんの なるほど。あのー、まだこの人の話を全然信用してないっていうかね。<laughs> そんなお前が言ってることで誰も信じねえぞって言って。あー、ごめん、来ちゃった。来ちゃったよ、ごめんね。<laughs> あれはね、あんなん信じられねえよーってあるある聞いてんのお前シェリフに行って FBI に電話しなきゃだってやつらね、助けなくてね、あの、でしょくしゃみ俺はね、ラバーズピークに行くんだって分かった分かった。ったった俺はお前の一番友達だし心配もしてるうん。 何をやればいいか聞いてくれってなるほどここにとりあえず残ってお前はくしゃみしてますねカウントなのここに残ってまだくしゃみ <laughs> あのもし俺が帰んなかったら伝えてくれって言ってますね警察機関にねまたここから始まるのかプレスユーっていうのはよく言いますねくしゃみした人にプレスユーって言います お大事にっていう感じだと思いますけど、祝福をっていう意味でもありますね。ここにあります。よしん。んなんか上見なかった今このキャラクター。見てないか。ピックアップ何あ、バッテリーか。バッテリーは重要だよね。じゃあ一回ここで切ろうかな。すっごい面白くなってきた。いい感じでございます。ということで。 えー、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。